どうもダイノスケです今回は僕の好きな漫画「神様の言う通り」シリーズについて紹介していきますでこの「神様の言う通り」の原作者ってあの有名なサッカー漫画のブルーロック2022年アニメ化したブルーロックの原作者と一緒だったと思うんですけどこの「神様の言う通り」は「神様の言う通り」ってやつがなんか月刊マガジンかなんかで連載して「神様の言う通り」にってやつが「週刊少年マガジン」で連載してるしてたデスゲームなんですけどねであのまあ僕今まで「えー、っと今和の国のアリス」とかうん、えー、まあデスゲーム系結構好きなんですけど その中でも、まあ、デスゲーム「レイメイの頃に筆頭だったというかめちゃくちゃ注目を浴びてた「まあ、今の国のアリスト」そしてもう一個お勧めしたいのがあのこの神様の言うとおり,、ね、りって確かあの実写映画化した記憶があるんですよね。 なんか「だるまさんが転んだ」で振り向いた時に動いてたらその真ん中を自分の体に穴が開くみたいな動画見たことないですか <laughs> っていうのが神様の言うとおりのシリーズなんですけどあの、まあ、何者か、まあ、自称神が作ったあなんか生物というか生き物たちがその、まあ、いきなり高校生とか学生とかの学校を襲うんですよね。でその中でいろんな試験それこそ「だるまさんが転んだ」だったりとか、まあ、運動会だったりとか鬼ごっこだったりとか軽泥だったりとか。あの 妖怪退治だったりとか、あとはなんか終盤になるとババ抜きとかいろんなゲームをやるんですよね。で、その中でどんどんみんな死んでいくんですよ。あと、なんかあの耳を塞いだ状態で、あのいなんかイストリーゲームかだったりとか、あの目を隠した状態で砂取りをする。だったりとか、耳かあの耳塞いだ状態で、あのイストリーゲームどうやってやんのって話ですよね？ とか、あの、砂取り、明確してる状態、じ,じゃあ,あ、砂取りというか棒倒しか。棒倒し、すぐ、棒倒しじゃないか、砂取りか。<laughs> すいません、ちょっとその辺記憶がおぼろげだけど、どうやって倒すのって話なんですけど、まあ、それは実際見てほしいんですけど、まあ、どんどん主要人物というか登場人物たちが死んで新しいキャラが補充されてるの繰り返しなんですよね。で、その神様が言う通りの、あの第、第一、第一期と神様が言う通りにの主人公は別なんですけど、 同じ世界線なんでですよねで神様の言う通り2の終盤になると神様の言うとおり1の,あの主人公たちとか主要人物たちもあの合流する話になるんですよねその辺とか結構胸安展開なんですけどでそもそも、まあ、その自称神の神の工事神ろっていうあのどう見てもホームレスのおっさんがいるんですよねがあの展開から見下ろしてるんですよねでお前を絶対ぶっ飛ばしてやるみたいなことをあの第1シリーズも第2シリーズの主人公も言うんですけど。 そもそもなんでそんな高校生たちにデスゲームさせるのどんどんそのふるいにかけていくのって話だったりとかこのゲームに終わりはあるのっていうような絶望感とかを終始襲うんですよねで。であのまあ第一期の主人公はその高校生でその授業を受けてたら急に先生の首がだるまになっててで「でお前らあのだるまさんが転んでやるぞ」っていう風に言って逃げた人たちのその胸になんか貫通したりとかして「これやべえ」という風になるんですけど。 まあ主人公の、第一期の主人公の子が、その誰も、ま、ピッて、その誰もさんが転んだで背中にあるボタンを押して、クリアして、そして、まああの、その学校の中で数少ない、生き残った10人ぐらいが体育館に、あの、なんか呼ばれて、 その体育館で巨大なもうあの体育館の天井ぐらいの大きさのあるあの招き猫のあの首のところに鈴じゃなくてバスケットボールがあるんですよね。でその首のところにあのバスケットボールみたいな形をした鈴を入れろっていうあのミッションをこなしたいとか。でああのあの 下手したらその猫にそのままベチャって押しつぶされちゃったりとかするんですよね。あの、チーカワのスフィンクスとハチワレとの、の、の体格差ぐらい、あのに、人間よりもでかい、あの、招き猫と戦ったんですけど、っていう感じで、どんどんいろんなデスゲームをクリアしていくんですよね。で、第一期の主人公たちは、そのコミックは5巻分ぐらいしかないんですけど、その、うん、運動会とかをして、で、 神神丸に近づいた時とかになんかもう無情にも負けてあの展開からあのあの落とされるんですよね。で大が終わってえこれで終わりっていうところから「その少年マガジン」の方であの神様の言う通り第二シリーズの連載が始まってで第二シリーズの主人公は明石くんだったかな、まあ、サッカーがめちゃくちゃうまかったんですけどあのまあ友達と喧嘩して学校をサボってその不登校というかその家に その日っっちゃったんですよねであの第1シリーズだと学校に通っていた側その出席した側の人間のストーリーが語られるんですけどあの明石君はその日学校からサボってあの、まあ、家に閉じこもってたんですけどその日の夜になんか二宮金次郎みたいなやつが来て石像が来て「お前今日学校サボっただろ来い」っていう風に言われてなんかあの、まあ、特設ステージの空に浮かぶような学校に呼ばれて。 そこでなんか節分大会とかあのみんながもらった大豆を使ってあの、まあ、召喚された鬼5匹ぐらいを倒すっていうけど倒しきれなかったら普通にその鬼たちに殺されるっていうデスゲームに参加してみたいな感じで第二期も始まるんですよねでもう本当にねその第1期も第2期も主人公たちがバンバン死ぬんですよそのあ主人公の主要人物がバンバン死ぬんですよねこいつは生き残ってくれっていうふうに思ってても、まあ、大体参加者の半分ぐらいはその主要な登場人物の半分ぐらいは死ぬんですよね まあ今はの国のアリスの序盤で、あの、あのアリス良平君の仲間がもうほとんど死んじゃったじゃないですか。まあ、っていうぐらい、と同じぐらい死にますね、味方が。 第2期の主人公がその学校でたまたま好きになったるいちゃんって女の子だったかな涙って書いてるいちゃんだったか忘れてたんですけどのっていう女の子とちょっといい感じになるけどそのるいちゃんがカミマロサイドの,その鬼かなんか敵に殺されちゃってカミマロてめえをずっとぶっ殺すみたいな感じの展開とかになるんですけどでどんどんその、まあ、いろんなゲームを攻略していく最中で。 あのまあ、終盤に近づいてきたらなんか急に能力バトルになるんですよねあのなんだっけちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあ、そのカミーズジュそのジャニーズジュニアを <laughs> パクったようなその、まあ、あの原作者の人,だ人ってなんかネーミングセンス結構いいんですよねそのカミーズジュニアみたいにちょっと語呂がいいというかその僕たちが知っているような単語をうまくその世界観に合わせてあの 紹介してくれるんですけど、君たちはカミズ、カミズジュニアの候補生だっていう風に言われて、だからそのギフトというか、あの、なんかこういう能力を与えるって人によっては、そのラップが好きな高校生は、その自分の、あの、アジャラだったかなそう、あの、遊戯王のギーでアジャラっていう能力をみんな与えられるんですよね。10人ぐらいのその少年少女たちが。で、その、なんか自分のラップによって相手を凍らすことができる、その、なんか、 なんか相手の動きを封じ込めることができるだったりとか自分の体を石にすることができるアジャラを持っていたりとかあの明石君はもともとサッカー少年だったから自分がそのボールを蹴ったらそのボールの場所に自分の体を移動させることができるみたいな,なアジャラを持っていたりとかしてなんかそのカミズジュニアの候補生としてのトレーニングをしていくんですよね。 で、なんか全然話わけわかんないと思うかもしれないですけど、そのデスゲームを開催した上の工事上マロと同等の力を持つ敵対勢力みたいなやつが出てきたりとかして、そこでアジャラを与えるんですけど、そのアジャラ編が終わったらみんな能力がなくなっていくんですよね。何のために能力を与えたねみたいな。で、その後、世界中のその生き残っデスゲームを生き残った高校生たちが、が行う、あの、3つのチームに分かれた3つどもえの 三国ケイドロみたいなやつがすごい面白かったですね。そのなんだろうデスゲームなんですけど、その中でも敵対勢力人間同士で争ったりとか、結構なバトル展開があったりとかっていうのがね、いや目が離せないんですよね。で、あの人間があの人間を別の人間を殺戮したりみたいな。 その人間の本性が見えるみたいなのが、やっぱデスゲームの、あの、進行調というか面白いところっすよね。やっぱりそのブルーロックの話を見ている人は、ご存知の通り、あの作者はちょっと頭、頭のネジ飛んでるんですよね。<laughs> けどそれ、その作品にはまる僕たちもちょっと頭のネジが飛んでるのかもしれないですけど、いや、夢中になっちゃうんですよね。で、まあ、あの、最後のそのカイマロとの戦いっていうのも結構面白いんですけど、駆け引きがね、すごい面白いんですけど、 ただね僕としてはねあれもうちょっと続いていいだろうっていうあの,あのラストはねえだろうっていうふうに思ったんですけど皆さんどう思いますやいや,いや牛光がうんすごい重要なキャラっていうのは分かってるし牛光が生き残ってくれたのはすごい嬉しいんですけどせめてあ,あの後の世界をもうちょっと見せてくれよって話ですよね。 で、あの、まあ、神様の言う通り2の絵を描いてた人は、なんか、ヤングジャンプで公務員とかなんかドローンを使う主人公がなんか怪物と戦うみたいなあの話をちょこっと連載して、多分半年ぐらいで連載終了しちゃったんですけど、で、原作者は今、ブルーロックで活躍中ということで、まあ、あの、まあ、そこはともかく、とりあえず、あの、神様の言う通りシリーズはすごい面白かったですね。いやまあ今でこそそのデス,デスゲームのフォーワー時代、まあ、あの、 異世界転生ものの法話時代にも突入してると思うんですけどそのデスゲームのそのデスゲームの中で好きなもの何かっていうふうに言われたらそれこそ今の国のアリスとかもいいし自殺島とか漂流ネットカフェとかも面白いんですけどいやー神様の言う通りが僕の中ではベストかないや今の国のアリスも面白かったけどねいやまあコーツつけがたいっすね まあ、ともかく、デスゲーム系が好きな人にはおすすめの一冊なので、まあ、一冊というか、シリーズが二つあるんですけどね。まあ、胸やのバトル、あの少年心をくすぐるような展開もあるし、まあ、あの王道の,あのデスゲーム展開とかもあるし、先がどうなるのかわからないし、うわ、こんなオチになるのっていうような展開が結構続くからね、目が離せないんですよね。皆さんもぜひ、あの、時間があったら読んでみてください。ということで、今回は神様の言う通りシリーズの紹介でした。バイバイ。